皆さんこんにちは、トマヤです。今日はですね、最近 YouTube の再生回数が落ちてる件について話していきたいと思います。結構ね、ちょっとショック受けてるんですけど、まあ、僕がこうやってる中でね、一番人気なのが YouTube のね、ショート動画が一番人気なんですけど、特にね、ゴルフですね。ゴルフで、まあ、再生をね、稼いでたっていうので、ちょっとね、長い動画でこう再生されるのと短い動画でね、再生されるのが全然違うくて、まあ、また、まあ、別個なんですけど、 YouTube でショート動画で見られてから長い動画に来てくれるっていうのがね、一番の理想なんですけど、ただね、こうまあ理想なんですけど、やっぱりね、ショート動画で終わってしまってるんで、こうリピート率がね、どうしても伸びないなってことで、今伸び悩んでるんですけど、まあ、どこを直したらいいのか、根本的な内容もね、そうなのかもしれないんですけど、まあ結構ね、改善点があるってことで直していきたいなと思いますね。ちょっとね、その辺のセンスっていうのがね、いまいちこう自信がないんで、センスがある人にね、教えてほしいなって思うんですけど、なんかあるのかな、どこをね、直したらいいのかなって思うんですけど、どこやろな。ちょっとね、遊びっていうのが苦手で、たまにね、いるんですけど、こう遊ぶのがね、上手い人、あれ羨ましいんですよね。ちょっとね、僕遊び方が下手くそなんで、その遊んでる部分をね、こう皆さんと共有できたらなって思うんですけどね。本当にね、こう YouTube もそうですけど、やっぱり応援してくれる人がね、増えてくれれば嬉しいんで、頑張っていきたいんですけどね。まあ、あとはね、単純に今休むべきなのかなと思ってますね。ちょっとね、一息ついてからもう一回 YouTube のね、動画をたくさん上げるのもいいのかもしれないんでね、その辺はちょっと考えようかなと思います。しんどい時は休もうかなって、今年のテーマですね。いつもこうしんどくて結果が出ずにイライラして行動して、でまたこううまくいかなくて余計イライラして、で悪化するのが結構あるんでね、まあうまくいかんかったらもう休もうと素直に、ね、思いましたね。まあ休んでもいいんですけどね、1ヶ月ぐらいドバッと、そんな感じなんですよね。結構ね、 YouTube アンチコメントとか来るんですけど、ちょっとね、仕事でうまくいかんときにそれを気にしちゃう自分がいて、その辺もね、結構心配かなと思いますね。切り替えがもっとこう上手くなればね、嬉しいかなと思いますね。もうね、そういういらんことにね、こういちいち反応しないっていうのがね、大事かなと思います。会社でもね、こう嫌味とか言ってくる人もたまにいますけど、そういうのをね、いちいちイライラしちゃったら本当にね、物事がうまくいかなくなるんで、それと一緒でね、アンチコメントとかもうまく流せたのなっていうのがね、課題ですね。ちょっとね、言葉って強烈で顔が見えないんで、普通に言われた時にね、結構こうショック受けるんで、その辺はね、気をつけたいなと思いますね。ぜひね、こう皆さんにお願いしたいのはね、こうコメントに書いてもらって、そこからね、ちょっとずつ頑張っていこうかなと思ってるんでね、応援よろしくお願いします。遊びっていうあれもあるんですけど、なんかね、 YouTube のヒントとしてちょっとこうマーケティングの本とかね、あとこう会社経営の本とかたまにね読むんで、それもねちょっと勉強したいなと思いますね。本当にね、物事ってやっぱつながってると思うんで、一つうまいこといく人はやっぱりこう連動してうまいこといくと思うんで、まあ、いろんな知識をね勉強したいなと思いますね。そんな感じで、そんな感じで、ね、終わりたいと思いますので、ちょっとね、ゆっくり休みます。疲れたんで。おやすみなさい。